車を愛してやまないカーマニアの愛車紹介コーナーです。今回のカーマニアはラリードライバーの新井博樹さんです。よろしくお願いします。お願いします。これですね。これです。噂のね、WRC でつい先日、はい、終わったばっかりで、はい、クラス優勝すごいですよ ね、はい、ね、それも上食って、うん、上のクラス食って総合15位。すごいですよね。総合10位って世界の新井ですね。世界で15位、うん、ねえ、それもクラス違いだから ね。でこれがまあ元々のオリジナルの、そうです、こちらがあのプジョーの208ですね。そうです、これ 208GT っていうグレードなんですけど、はい、まあ、その208の中で一番高級グレードと呼ばれているグレードになります、うん、はい、ねえ、これもな、え、エンジンは、エンジンは 1.2 リッターターボで、実はラリー車と一緒なんです。一緒、はい、あ、そうだってラリー車は、はい、エアリストリクターで絞られちゃってんじゃん、パワーさらに絞られてますけど209馬力出てます。あ、そう、はい、え、ノーマルは確かノーマルが100馬力ちょっとだったと思うんですけど、絞られてそれだけ100オーバー、はい、これね、これだっても市販車じゃないですか、うん、これって今ですといろいろちょっと値段が上がってきて、380ぐらい、そうです、380ですよね、はい、そうです、の車をがオリジナルですよね。オリジナルで、はい、これ WRC にするっていうのは、はい、これにプラスどのぐらいのお金をかけられるんですか。だいたいここからプラス600万ぐらいでこっちの車になるので、それって上限ないんですか。上限一応あの WRC って FIA の、はい、あの組織があるんですけど、うん、まあ、コストキャップって言って決まっていて6万9千ユーロがコストキャップで、どこのメーカーもそれで販売してくださいねって FIA からお達しが出てるんで、どこのメーカー、例えばまあプジョーもありますけどオペルもありますし、他にもフォードもあるんですけど、みんな同じ値段で売らないといけないっていうルールなんですよね。これは売ってるんですか。これ普通にあのメーカーで買います。ラリー、そうです、バージョンで、ラリーバージョンで、あの購入することだから売ってるんですか。売ってんの、レーシングカーも売ってるけど、うん、ラリーも売ってる。じゃあ例えばこれ今さっき言った380万円、はい、プラス600だ、1000万ぐらいってことですか。そうですね、大体1000万で、1000万、はい、でちょっと中見してもらいたいと思うんですけども、ね、はい、ほら、これちょっとこれポイント教えてください。はい、結構そうですね、しっかり安全、まあ、これロールバーって言うんですけど、うん、まあ、基本的にまあ世界選手権、まあ、競技の世界なので、うん、しっかり乗員を保護するため の、うん、あのロールバーがしっかりしていて、うん、まあ、なおかつスポット増しっていうのがあって、ボディの剛性も少し高くなってるのも特徴的ですね、はい、うん、であと、まあ、なんといってもパッと見て分かるのがほとんど物がないんですよね、うん、あのエアコンもついてないですし、うん、本当に、まあ、でも公道は走るので、一般的なこういうあのウィンカー、ね、ウィンカーであったりとか、ライトはそのまま。その長いのはこれは、うん、あのギアなんですけど、うん、普通の車は、まあ、オートマだったり、まあ、はい、マニュアルミッションですと H パターンで1速、うん、2速ってあるんですけど、ええ、あと、もっと短いですよね。そうですね、縦方向に上げるだけで1、2、3、4、まあ、バイクと一緒です、うん、あ、はい、バイクと同じような機構。これなんでこんなになんていうか長いんですか。いや、ステアリングから近い位置の方が、はい、なるべく近い位置で、うん、あ、そういうことなんだ、はい、1個下に下がる分、うん、そうです、そうです、手間かかっちゃうのなるので、うん、なるべくステアリングは両手で握って正確な、その向こうにあるのは、それはこれはサイドブレーキ、サイドブレーキ、土屋さん詳しいですね、うん、サイドブレーキ、これだいぶこれね、これもドリキンのあれですね。だから全部がステアリングに近いところにある、そうで、これを市販車にしちゃうと邪魔でしょうがない、うん、だから市販車ってこう下の方にある、あんなところ、あ、そう、あんなところだったら女の子の太ももも触れないですよね。いやいやいや、ねえ、邪魔じゃないですか。9時25分放送の番組だっつの。ねえ、そうですね、そうなんだ、はい、これ辺はどうなんですか。ここはあの防塵加工って言って、あの植毛と、うん、植毛されてるんですけど、まあ、普通だと反射してガラスで見づらいんですけど、うん、そうですよね、これをすることによって、まあ、視野を確保して、反射を、本当ドライバーファーストで作られてるのがこのラリー車、うん、あと僕これって、はい、ガラス、ガラス、ガラス、これはもう純正のガラスです。よくほら、これってガラスじゃなくて軽量化でなんとかあったじゃないですか、昔は。それはもう一番上のクラス、はい、アクリル板で、アクリル板で、そうですね、このクラスはガラスなんですね。ガラスで、はい、なるべくこのコストを抑えて販売できるっていうのがポイントのクラスで、この上にこれがついてますよね。これがないと夏場暑くて車内で死んでしまうので、これ何ですか。これベンチレーションって言って、ベンチレーション、風、そうです、走行風が入ってくるように。なんでエアコンつけないの。エアコンをつけると、まあ、パワー、それよりもパワーを上げよう、まあ、1.2 リッターターボなので、うん、エアコンによるロスの方が大きいよね。だって人間が下手った方がタイムは落ちるじゃん。僕もそう思うんですけど、うん、もうラリーは代々こうエアコンレスでやれっていう、こうねえ、やだよね。だってビシッと、こんなの着てビシュビシュになっちゃうじゃないですか。ビシュビシュ、ねえ、でね、そうすると差別、差別、
差別ですね。だって同じこっちも FIA こっちも FIA、うん、ね、レースの世界はエアコン義務付けなの。あ、そうなんですか。そうだよ、だから今みんなレース義務付けよ。え、何それ偉そうな。なるほど。でちょっと後ろはちょっとどうなってるか見せてください。はい、あ、もうこれすごいですね。タンク、タンク、ガソリンタンク、はい、ガソリンタンクの、はい、これちょっと後ろも開くのかな、後ろから。これは本当にボン、はい、ちょっと見てください、ほらここほら普通こんなのついてないんですけども、これをすることによって、まあ、そうです、上がってくる、そうそう、開けられるように、はい、走り屋はついてる。そうですね、あ、こっから見やすいな、はい、これガソリンタンク何リッター。これガソリンタンクが60リッターの FIA の安全タンクって、え、どこにあるんですか、ガソリン。これが全部ガソリンタンクになります。そこに、はい、ガソリンタンク、で、まあ、衝突があったりして燃料が漏れて引火しないように、うん、あの特殊なスポンジが中に入ってて、うん、何か衝撃を受けるとそれが膨らんで燃料を出さない、外に出さないようにするっていうのがこの FIA の。これってリッターどのぐらいしに、はい、これリッターでも7、8走ります、普通に走ってるときは。そんなに走るんだ、はい、で、あのステージ前回タイムアタック区間は 1.7 です、うん、リッター、リッター 1.7 キロ。これラリーってはい、ということは途中でガス欠ってことないの。あ、もちろんあの計算しながらやるので、うんうんうん、なるべく軽くしたいので最低限10リッターは残してとかっていう計算を全部エンジニアがそうだよね、やって、はい、なんかあんまりねほら飛ばしすぎて、まあ、それはそうしまったっつって、はいはい、ガスに次の給油場所までなくなっちゃうってこともあるんですか、はい、うん、あ、そういう人もいるよね。そうですね、特にラリーはステージ中に例えば何か壊してしまったってなると、うん、そこで修理をしないといけないので、うん、その分今度一般道を普通に走っていい区間を少し燃費を悪く走行しないといけなくなるので、うん、結構そこは、ね、あのなんか巨人のブラジャーみたいなものは何なの。あれなんですか、あれ。これヘルメットハンモックって言って、ここにあのステージが終わってからヘルメットとか全部ここに入れて全部管理するんですけど、うん、あ、俺はヒロキが大女と付き合ってると思ってた。これ相当でかいですね。相当でかい。9時でしたよね。いいおっぱいしてますよね。これ例えば市販車もこれと全く一緒ですか。市販車はこのロールバーが全然ついてないので、もうここら辺はもう全部、うん、あのシート、リアシートがついてますし、例えばガソリンのタンクはここにないですよね。ガソリンタンクは、ね、これ床下、ね、そうですよね、これ法廷でね、これはもう競技車両だから、競技車両ですよね、はい、なるほど、これはあのジャッキって言いまして、うん、例えばパンクした時に大体僕たち1分でタイヤ交換するんですよ、ステージ中に、うんうん、なのでなるべく取りやすいように、うん、あ、そっか、こういう風に入ってるんですけど、これをこうスポッて抜くと外れるんです、ね、うん、あ、いいです。あ、それでね、はい、これをスポッて抜くと外れたり、スポット抜けてないですね。スポット抜けないですね。ちょっとこの時点でロスターになる。スポット抜けないじゃん、ヒロー。ちょっと後で練習してきます。すみません。なるほど。ね、1トンだよ。あ、昔の車みたいですね。サニーみたい。ね、サニーとか86みたいなもん、ね。今下手すると2トンぐらいありますもんね。だって普通に1500キロありますよ、今の車って。そうですよね。うん、ちょっと大きいですと。いや、だからラリーもすごい軽量化してる。このホイールは何ですか。このホイールは、うん、あのスピードラインっていうところのホイールなんですけども、うん、まあ、本当に重さ、うん、オフセット値、PCD って全部決まってるんですよ、うん、でもこれと同じあの重さとオフセット値であればどのメーカーも参入できるっていう、うん、はい、例えばいいホイールがあればもうそっちのホイールを使っていいよっていう、うん、ということは、はい、当日まず時間は何分くらいなんですか。何時間ぐらい WRC は。 WRC は基本的に4日間あるんですよ、ね、木金土日なんですけど、うん、本当朝5時から夜のまあ本当に6時7時ぐらいまでずっと車の中で乗って、まあ、ぐるぐるステージを回ったりする、うん、トイレ行きたいときはどうするの。トイレは基本的にあの道中泊まって、まあ、トイレ、お手洗いが設置されているので、うん、スタート前とかにで、そこでトイレ行ったり。食事は？食事はサービスっていうものがありまして、じゃあお昼の時間だけもう一斉に戻ってこれる時間があるんですけど。そういうふうになってんだ、はい、そういった形で。中で食べちゃいけないんだ。中でも自分で持ってったりします。もちろんバナナとか持ってきますし、うん、その時にヘルメットハンモックの中にこうバナナ入れたりとか、おやつ、はい、エナジーバー入れたりとかで、うん、まあ、だけどその4日間で、うん、毎日 SS っていう全開の区間があるわけです。はいはい、はい、うん、であとはその移動して SS で全開、移動して SS で全開、だから休みの時間はあるよね。休みは結構ありますね、うん、それこそね4日間って言ったでしょ、うん、と朝の
朝のもう5時にはもうホテルを出てる、出てますよね。で終わるのが夕方ですよね。そうですね。で、はい、そのなんかずっといるわけじゃないですか、中で10時間近く、はいはい、そうするともうこうなんか灰になってて夜寝れるんですか。あの自分まだ始めた当初20歳ぐらいの時にやっぱり WRC 初めて出た時はもう寝れなかったです、うん、1週間もずっとテンションが高くて寝れなくて、うんうん、そうですよね。土屋さんなんかどうですか。あれよく寝た。でもそれってでも才能ですよね。あんま気にならないんですよ。日本でやってるレースの時もよく寝るし、うんうん、その世界三大レースのルマン24時間も、うん、自分が降りたらもうシャワー浴びて寝る。あ、だからそれができるっていうのもまあ一流レーサーの一つのあれですよね、条件だね。なんだろうね。いやでも大事ですよ。緊張感がないんだろうね、うん、俺は。さあそれではここでですね、土屋さんにですねこのね、はい、WRC のですね、まあクラス優勝の車に乗ってもらいたいと思います、はい、アンチラグ入れてるときは基本的にスロットルベタ踏みでいけます。あ、そう。シフトアップ、はい。初めの時だけ油圧を上げないといけない、ちょっと儀式があるんですけど、うん、一回これを鳴らして油圧を上げてからこれがイグニッションなんですけど、スタートが点滅したら儀式だ面白い。どう行けばいいでしょうこれは。今度ねチェンジしてる。
てるじゃないですか、うん、このぐらい柔らかくしないとちょっとしたギャップで飛んでっちゃうので、うん、なるべく設置を上げて応答装置線を取って、うん、はい、SF なんですけど、SF っぽくない動きをするので、うん、オーバーステア気味というか。そうだよな、ね、多分土屋さん好きだと思うんです、オーバーステア、うん、へぇ、じゃあ次はぜひ土屋さん、はい、了解さあ土屋さん、頼みますよ。はい、はい、土屋さんも緊張するんだろうな。あ、固定か。そうなんだ、そう、あ、そうだ、固定です。大丈夫です、これは無理だ遠い遠い、また別のタイミングしたら、うん、シートが遠くて無理。はい、シートがちょっと遠すぎます。届かない、シートが動かないから無理。ああ、そういうこと、無理、うん、シートが動かないんで。あ、そういうことか、シートが動かない。土屋さんに乗ってもらいます。はい、一回座ってみてもらいます。ありがとう。さて、合うかどうかだね、足が届くかどうか。まあ土屋さんね、足が短いってことですよ。ちょっとしか前行ってない、足が短いんですよ土屋さん。まあ、それか背中にクッション入れるかどっちか。全開で走んないからいいよ。はい、大丈夫ですか。全開で走んないから大丈夫、はい、大丈夫、ありがとうございます。平気らしいです。あとはまあ足を伸ばしてもらうしかないね。あ、足じゃない、短い。はい、多いな。大丈夫ですか、すいません。ました、待ってください。一回サイドブレーキが一応ついてる。よし、これでクラッチを踏んでもらって、でこのまま引くと一速になります。でゆっくり離してもらうと、今フェールなんですけど、ゆっくり離してもらうと、はい、入りました。じゃあまず1周目はこのモードで、で2周目はアンチャージ。一回ね、ちょっと。
前にやるとニュートラルになります。はい、ありがとうございます。大丈夫です。お疲れでした。面白いね。どうですか。面白い。なんか3周目ぐらいからなんかちょっとなんかちょっとなんか調子出てきましたよ。タイヤがね、うん、柔らかすぎて、うん、もうアンダーが強いんだよね。うん、なんかもっと冷えてる時に気温と路面温度が低ければこのタイヤでもいいと思うけど、うんうん、今日気温高いからもう全然アンダー。ぐにゃぐにゃ。どれが面白いんですか。やっぱりラリー車だよね。その飛び巻き年の時もそうだったけど、うん、やっぱ5500シフトとか5000シフトぐらいなんだよね、うん、ラリー車ってね、うん、エアリストリクターで締められちゃってるから、うん、どうでしたか。でもいや面白いよ。 AE86 とほぼ同じ車重です。あ、1トン、はい、はい、1トンです、はい、本当に1トンで、ただ 1.2 リッターターボなんですよ。あ、そっか。四駆ではないんですね。四駆ではないんです。FFF、はい、二輪駆動で一番速いクラスですかね、世界選手権でいうと。そうだよね、はい、そうです。でもね、この四輪にも勝ったわけでしょ。そうですね、総合15位まで、ね、そうだよね、すごい。総合15位がすごいよ。すごいよね。ありがとうございます。どうですか、あの荒井さんが見て土屋さんのドライビングテクニックは。いや、あの何もう楽しいっていうのがすごい伝わってきました。もうあの3周目ぐらいからもう、あ、これすごい楽しいんだなって3周目からちょっと調子、もうすごい全然調子乗ってきましたよね。調子全然帰ってこないからさ。いや、タイヤが柔らかすぎてアンダーだから、うん、ちょっとこう入り口で曲げようかなみたいな。うーん、あ、でも面白い。もう久々にさ、うん、シーケンシャル乗ったけど、うん、面白い。今みんなレースってモータースポーツってこうレースはみんなこれだよね、はい、だから久々にシーケンシャル乗った。うーん、楽しかった。楽しい、シーケンシャル楽しい、はい、どうですか、あの逆に土屋さんが見て荒井さんのこのドライビングは。やっぱり世界の荒井ですよ。うん、ね、もう親父を超えてんだから、ね、だ世界で総合15位だよ。うん、本当だよ ね。あれさんのこれからのなんか夢っていうか目標は。そうですね、あのやっぱりそのラリー、まあ、1個上のカテゴリーといいますか、本当に皆さんが戦っているようなラリー1個すぐトップの1個下の、まあ、カスタマーの方々が出れる選手権っていうのがあって、まあ、ほぼほぼプロなんですけど。それじゃあ親父のクラス。そうです。これだってヒロキが乗ってるこの車よりも親父が乗ってたあの車は3倍ぐらい値段が違うよね。そうですね、3倍、本当3倍ぴったり違います。そんなクソ高い車を 500m で潰したんだよ、ね、1キロ計算したら6万円でした。1キロ6万円、あ、違う、1メートル6万円です、すみません、1メートル6万円でした。なんか親父見てるか。なんか大谷のギャラみたいですよね。いやでも、まあ、ラリーって難しいのはさ、うん、路面が常に変わるじゃない、うん、俺らレースってこうやって同じところぐる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 回ってその100分の何秒って考えるでしょ。ラリーって毎回全員が通るから一般の道を、うん、だから道が全部変わるんだよね。変わってくるんだね。落ち葉とか砂とか。ああ、そうだね。またことはね、ここは土とはね、コンクリートは全然違いますよね。そうですね。朝だと凍ってたりとか、うん、でもお昼過ぎるともう完全にドライになったりとか、そこもそうだよね。はい、いろいろ考えながら読んで、それに合わせたドライブをするってことだね。だから世界で人気があるの、WRC は。そうね。F1 より観客動員数多いんだよ。ね、WRC。そうですね。地元のやっぱりおじいちゃんおばあちゃんとか子供たちがやっぱ見に来てくれて、うん、そのお客さんの層がやっぱ一番家族で多いのが、ね、まあ、ラリー。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。クマの話番組 YouTube では非公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。